CS の全日程終了の翌日から第二次戦力外通告が始まります。またこの嫌な期間に入ってしまったな。第一次では岡田選手、薮田選手、三好選手に加えて育成の3選手の合計6名が戦力外となっているね。第二次戦力外通告期間は日本シリーズ終了の翌日までとなっているから、多分11月の頭には発表されると思う。ドラフトの影響をもろに受けるしな。ドラフトは楽しみじゃが、選手への影響は計り知れんわい。2023年のドラフト会議は10月26日を予定されてるよ。そこは楽しみにしたいね。外国人選手の去就について、マクブルーム選手は退団と一部ネットニュースにもなってたけど、正式なものではないからね。今のところ来季に目星い選手を獲得できるかどうかでかなり流動的になるみたい。イルドレッド選手のように2年目以降に伸びてくれる可能性もあるからな。難しいわい。外国人選手の去就も多分11月の初めから中頃には発表されるんじゃないかな。年内はいろいろと話題が尽きんの。補強すれば対談もある。仕方ないことだね。ということで、第二次戦力外通告期間のお話でした。